ズです。今回はですね、こちら KQ デイズの品川駅にやってきました。でね、今日は一日旅動画を撮ろうと思うんだけど、都内近辺で日帰りでやろうと思ってサイコロをね、2つ用意したんですよ、うん、で、1個目のサイコロ、2個目のサイコロの合わせた駅の数を進めるんだけど、その場所で2回目に回すこの黄色いサイコロにミッションが託されています。1が出たらインスタ映えを探せ、2が出たら公園を探せ、3が出たら可愛いものを探せ、4が出たら食事をせよ、5が出たらお買い物をせよ、6が出たらスイーツを食べよう。なんか謎のやつあったけど、公園を探せとか、公園を探せで食事を食べろっていうのあったじゃん、うん、その食事が出ないとご飯食べれません。え、嘘でしょ、マジで。甘いものもスイーツのやつが出ないと食べれません。だからこれが食っちゃう可能性も、お腹空いちゃう可能性もある。このもう全てはここにいるかっていう。そう、この黄色いサイコロを振るのは交互にやっていきたいと思います。責任をこう押し付けないため、ね、お互いなし付けられるそうそうそう。17時までに三崎口を一応目指すっていう感じで、ね、終点まで行きましょう。三崎口行きたい。お寿司食べたい。じゃあまずなるから3、あ、まあまずまずじゃない、まずまずだ。じゃあ2番目のミッションとこうサイコロをかけてるやつ、うん、行きます。いや待って、公園だ。え、待って、公園じゃん。一番意味わかんないやつ出たよ。公園だ。じゃあ合わせて5駅進んで公園を探しに行きたいと思います。品川は0 0 0 0、1、2、3、4、5。立ち合い川、川なのかな、じゃあ、ね、川なのか、立ち合う川みたいな。行ってみましょう。はい、ということで立ち合い川駅に到着しました。でもなんかすごい下町って感じが、すぐ商店街があるんだね、うん、なんだっけ、2つ目、何つ目、このサイコロのためのミッションが公園を探すだったから、ちょっと公園探しに行きますか。そうだね、立ち合い川はね、うん、乗降人数はまあ多くもなく少なくもなく本当に何だろう、住んでる人が降りたりしてる駅なんだなって感じです。じゃあちょっとこっち側になんか緑があるので公園ある気がする。うん、こっち側なのね、行こっか。こっち完全に商店街、なんかちょっと天気下町感はすごいいい感じの商店街私好き、こういう感じ。おばあちゃんがね、あるね。あ、あ、なんか神社みたいなのある。坂本龍馬像がありました。ええっとね、うん、土佐藩品川で鎌川砲台っていうのがあって、うん、そこの警護に当たったのがきっと20歳だったんだと思う。へえ、ここ公園じゃない？公園っぽいね。ちょっと行ってみよう。ここはもう間違いなく公園だね。公園だ、やったー、ビューがある、うん、早っ。というわけで公園到着しました。近い、近かった。ありがたいですね。じゃあ次のサイコロ振りますか。はい、4、まあまあいいんじゃないだね。じゃあ 2個目ミッションの最後ですね。3、可愛いものを探せ。可愛いものか、だからで7でしょ。はい、ここから7いきます。1、2、3、4、5、6、7。何これ、6、5、土手って可愛いもの、土手があるんじゃない。可愛いものあるかな、逆に。何、可愛い、次は土手。可愛いものなさそう、名前的に大丈夫かな。行ってみましょう。6号土手に到着しました。静かだね。静かだし、何にもないって言ったら失礼だけど、可愛いものは見当たらない。ちょっと6号土手だからやっぱ土手がメインなんだろうね。うん、え、土手も行っちゃうの、ね、まあ、どっかでも土手のタンポポとかそういうね。いやでもその前に見つけたいね。ちょっと行ってみましょう。あ、住宅地だね、ほんとね。お、なんかいい感じのこうモーニングセットが売ってるね、カフェがある。かわいい。え、嘘でしょ。かわいくないです。あ、うわ、ない。あ、見て、あっち、あ、なんかある。ちょっと行って
ってみる。あそこ向こうにね、向こうに土手が見える。私今可愛いものハンターになってる。何のハンター？可愛いものハンター。あー可愛いものはちょっと、あーすごいおしゃれなガーデンがあった。秘密基地の参考にしよう。着いたぞ土手。めっちゃ看板、玉川。めっちゃ景色いいじゃん。はい、土手に着きました。玉川2個目にしてちょっとやばいよ。あ、じゃあお花とか咲いてるかもしれん。ちょっと見に行こうか。うん、子供たちが可愛い。遊んでて可愛い。子供たちが遊んで。わーすげー人通る。あーちょっと見えたかな、電車通る。すごい、すごいね、絶景。可愛い。可愛い。めっちゃ可愛いじゃん。なる、いいの見つけた。これは可愛いでしょ。電車めっちゃ通るな、ここ。あっちにもあるの。橋がいっぱいあるんだね。これ可愛い。何の花だろう。すごい大きいね。うん、土手に咲いてる花の中では一番大きいくらいの。なんか薄紫でたくさん咲いてます。これ可愛い認定いいですか。じゃあこれ可愛いでいきましょう。6号土手の可愛いはお花に決定しました。それではここで3回目のサイコロチャレンジいきます。よし、なるから。なんか土手でサイコロ振るのの絵になるカード振る。1。マジで。じゃあ私も行きます。えい、1。え、2しか進めないじゃん。え、2駅じゃん。2駅しか進めないってことは八丁縄手。縄手。じゃあ八丁縄手でインスタ映えのスポットを探しに行きます。はい、というわけで到着しました。八丁縄手。縄手難しいよね。でもなんか意外とよく見ると田んぼの谷ぬぬぬぬ。そう、またね、またぬ。なんか調べたら、うん、田んぼのあぜ道のことを言うんだって。昔はね、それがあったんでしょうか。まあ、公園だったらすぐそこにあるんだよな。本当だ。ちょっとこっちが商店街みたいだから、ちょっとインスタ映え探すで。そうね、なんか色がパッとするとこ探しましょう。あ、なんかショッピングセンターがあるけどショッター街が怖い。ショッピングセンターのはずなんだけどね。なんかあのアメ横のさ、うん、間の道みたいじゃない。うわ、わかる。インド料理屋とかがありますね。やってないみたい。これインスタ映えじゃないよね。インスタ映え。これ締め出そう。暴力団は街の敵。街がさ、街が塗りつぶされてて怖いな。怖いね。なぜってね。これはインスタ映えじゃないですね。そうですね、じゃ怖いですね。あっちに公園が。どっちかだとあれだね、八丁縄手はなんか住宅街っぽいですね。子供たち多いね。広いね。広い公園。遊具カラフル。あ、そっか。ほら、覚えてる？エコクラシックフィールド。去年私たちが出た驚きの驚き競技場の。そっか、ここ川崎か。そうだ。ブランコ。うちら好きなんだよね、ブランコ。好き。この床インスタ映えじゃない？インスタ映えだね。上から撮ってみる。じゃあブランコを楽しんでる。映え。あ、なんか床がカラフルだから。そうそうそう、言ったやん。あ、言ったか。どう、せーの。あ、この後がいい。あ、いいんじゃない。映えてますかね。遊具だけ撮ってもインスタ映え。かわいいよね。映えてるか映えてないかは私たち次第。確かに。ということで、一応ミッション達成ということで、次のサイコロを振っていきたいと思います。続いて4回目のサイコロチャレンジいきます。えい、うん、1。じゃあ 次ミッション入りのやついきます。頼むぞ。6。初めてだ。ミッションは初めての6。スイーツを食べよう。やったー。やった。あ、そっか、やっと食べれる。やっと食べれるね。ここが八丁縄手だから7。7個。1、2、3、4、5、6、7。神奈川新町。なんか神奈川新町は急行も特急も止まるから、なんか大きい駅ってことは期待できるかもしれない。
そう、なんかおしゃれなとこ行こうよ。そして行ってみたいと思います。なんかさっきちょっと調べたんだよね。そう、そしたらなんかなんだっけ、スコーンクラブ、それそう、それがね良さそうだったんだよね。ちょっとスコーンクラブ向かってみます。スコーンクラブこちらですが、シャッター閉まってる、書いてある、なんか、え、あ、でもどっちにしろ平日か。あ、あった、スコーンクラブの看板、下に緑色の、本当だ、あった、やってたスコーンクラブありました、宝くじ売り場の横。美味しそう。いや、皆さん、あのお近くに住まれている方、神奈川新町で降りた方、ぜひスコーンクラブに足を運んでみてください。じゃあ第二候補だったドーナツ屋さんに行きたいと思います。いやスコーンクラブ惜しかったね。いや、あの写真見たらめっちゃ食べたいんだけど。美味しそうだった。聞いて、なんとドーナツ屋隣の駅だった。ということで、ちょっと散策してみます。なんとか菓子店っていうのがあったから、ちょっとそこをね、やってるかな。なんかね、行ってみたんだけど地図がちょっと古かったので、なんかね、なかった空き地になってた。ってことで、もう決めました。近くにあったんですよ。はい、というわけで私たちが見つけた、神奈川新町のスイーツ、ショートケーキ仕立てのいちごシェーキと、なんかガーナのチョコレートフロート。じゃあ、いただきます。いただきます。おいしい、濃厚、すごく濃厚、めっちゃ濃厚になった。これそのまま生チョコ溶かしたみたいな感じ。それでは、嬉しいけど、まあ、ちょっと無念な感じになっちゃいましたけど、うん、次行きましょう。じゃあ、なるからほっ、5? いいね、結構進むね。じゃあ次1、じゃあミッションの方も行きます。 6? スイーツじゃん。スイーツだっけ、6って。スイーツめちゃくちゃ進めるよ。でもなんかスイーツ食べたけど、ちゃんとその場所のもの食べたいね。11、すごい進む。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、屏風ガウラ。なんかその1個前が神岡って、すっごい大きな駅だった。屏風ガウラ、ガウラ、屏風ガウラでした。屏風ガウラの2個目のすごい、海も近いみたい。そうだね、裏ってついてるもんね。なんとですね、神岡は乗降人数が14万人いるんですが、神岡はね、屏風ガウラはなんと17,000人。全然違うよし、じゃあそこ気になるね。うん、スイーツを探しに行きたいと思います。よっしゃ、甘いもの多い。なぜのままだ。いいね、でもこれで旅って感じするの。うん、みんなはもうチャンネル登録してくれた？まだの方はこちらをクリック！高評価、コメントも待ってるよ！そしておすすめ動画も見てねー！